こんにち今回ね、まあ、あの、まいひめ大学のナミさんから、ちょっと動画が送られてこなかったんですけども、メールの方が来まして、どうもネット回線が不調でですね、今日は動画のアップロードが難しいということで、うん、まナミさんのね、お住まいのところっていうのは、本当ネット環境に悩まされるわけなんですよ。一体総務大臣、何やってんだと、総務省。ね、今、総務大臣の寺田稔さんっていうのは、広島から出てるんですけども、まあ、これがね、疑惑の価値の人物で、もうそろそろ、 総務省、総務大臣を更迭されるんじゃないかなと、少なくとも地元の信頼を失っていて、あ,のあらゆるね、この、なんですか、領収書とか、書類の偽造とかの隠蔽とか隠匿、すっごく多いんですよ、地元にもずっとね、あの疑問視されていた人,、まあ、人物なんですけども、岸田総理が一本釣りで同じ広島っていうことでね、イヤーと大臣に仕立て上げたんでしょうけども、まあ、こんな人が大臣やってるからあの、電波環境良くなるわけがないですね。 総務省の闇と言いますか総務大臣がこれほどまでね恥知らずな人間が毎日のようにさらされて同じ広島県民としてねちょっと情けない気持ちがしますよまあ総務大臣寺田稔さんね早くお辞めになって国会議員も辞めて人を束ねる器じゃないですし人の前に出るような器じゃないですねうんとりあえずあのんのところの通信回線なんとかしてくださいとそんなね領収書の偽造してね私服を肥やす暇があったらあー 健全な電波、質の良い電波の日本全国の普及に、ちょっとはね、お仕事を傾けてほしいなと思うわけでございますね。じゃあ、お疲れ様でございました。じゃあ、ナミさん、また明日よろしくお願いします。